夫です。じゃあ、はい、ということで今日はですね、まあ、俺いつもドライブデートやったら俺ら前の席をってなごみが運転してるの。そう、なごみが基本右に寄って運転してるんで。まだ免許持ってない。22歳で免許持ってどういうことなの。持たせてあげます。恥ずかしい。恥ずかしくないやろ。この視聴者で30歳以降で免許持ってない人、動画見なくていいです。そんな恥ずかしいの。恥ずかしくないです。ということで、まあ、今日はですね、実はあのずっと俺たちが仲良くしていただいているようこうさん。皆さんご存知、ようこうさん。おはようこうさん。おはようこうさん。おはようって言葉を作ったのがようこうさんです。ですよね、ようこうさん。そう。そうや。そう、それまねっこしてます。それまねっこしますよね。あ、そうですよね。調べてないだけで、おはようを作ったようこうさん。こちらのインスタの方です。ぜひ皆さんフォローしてください。ということですね、あの今日は、はい、なんと人生初のコストコに行きたいと思います。イエイ。そう、長めもコークもどっちも初めて。人生初コストコ。なんかめっちゃみんなびっくりされるよ、ね、22歳で免許取ってないぐらい珍しいです。え、マジで、そう、ほんまに初めて。なんで行かんかった今まで。なんか家族は行ったことあってんけど、置いてかれた。置いてかれてたら呼ばれてなかった。TGC と一緒。 TGC と一緒。俺だけ招待されてなかった。コストコも呼ばれてなかった。そう、だから行く機会なかったけど、今回ですなんとちょっと、まあ、陽子さんに、はい、あの招待していただいて、コストコに。これめちゃくちゃ楽しみ、マジで。ね、何買う、ね、何しようか。え、何やったっけ、なんかコンドームとかも100箱ぐらいで売ってるんやったっけ。安そう。安そう。なんかあれ書いてあの、や、破けそうや。でっかいクマ。あ、でっかいクマいらん。これいらんわ。でっかいクマか、一番でかい。ほこりかぶるだけなんよ、あれ。え、でもマジで日用品とかめっちゃありそうやから。だから買いたいのでも決めてる、うん、キウイとか買いたいね。キウイ、うん、なんか皮ごと食べれるキウイみたいなのをインスタで見て、うん、おうおうおう。そう、だからそれとかも買いたいの決めてってんねん。くらぼったくりバー行ってるみたいな感じやで、これ。でみんな多分うちの話今聞いてくれてんかったよ。ぼったくりバーのノリのテロップのやつね。真っ暗な画面で、はい、はい。まあ、今も向かってて連れて行ってもらってて、もうすぐ着くと思うので、はい、また着いたら回します。ようこさんお願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、ちょっとあの買い物終わって、うん、このホットドッグとあのドリンクのセット買ってきました。これでみんなちょっと当てても、これ、まあ、ホットドッグこんなでかいやつと、このコウ君の顔並みでかい、いや、まあ、じゃあ小さいな。じゃあ相当ジャンボやで、これジャンボ。相当ジャンボな。ジャンボだ、相当ジャンボだって。何円でしょう。なんぼこれ、500円ぐらいするんじゃん。え、うそ、ちょっと何、何、え、うち知らこ、え、ちょっとグチなよこれ。今日おろしたてやねんけど、この肉鳥。ちょっと、え、マジ、マジ何、え、鳥ちちゃうって。鳥、鳥マスタード落とすなやん。マスタード落とす鳥。あ、それあらん。え、ちょ、マジそれ。なんかついてたやん。え、ちょ、ガチ弁償の。ごめん、こちら180円。やばい、ジュース飲み放題。ジュース飲み放題。ジュース60円飲み放題。飲み放題ガストより安い。でな、ホットドッグ自分で作れんねん、うん、最初パンとソーセージが使えて自分で作れんねんけど、ピクルスとかマスタードとかなんか嫌いなも多くて、もうほんまにシンプルにこれだけ。ケチャップとソーセージだけ、シンプルイザベストで。ちょっと食べていきましょう。はい、あと今日鬼寒い。バカ寒いまして。じゃあいただきます。寒っ。うまい、うん、うまい。一応も食べたい。うん、いただきます。でっかっ、うん、ウインナー、うん、めっちゃ美味しい。俺のよりでかい。コストコできん。普通に、普通に言わんくても、言わんくてもできん。マジ やばごめんって笑うから。泣いてる。恥ずかしくなって、ちょっと周りの目線見ながら、周りの視線気にしながら泣いてる。うまっ。見てこれ、いくる、やばい、取り買った、こんだけ買えました。ちょっと、え、わかるかな。だって金額もやばいもんね。4万4000円買いました。えぐい、マジで。今さ、広角やからさ、コウ君の後頭部もコストコになってる。どういうこと、でかなってる。でかなってる。
コートの男だった。ぬいぐるみぐらいあるんじゃん。でかい。え、雲のぬいぐるみ見てない。どこおったの。どこだ。どこおったの。中見たの。いやー、でもマジで楽しみだな。これもう2ヶ月は困らんで、ね。いや、ほんまにすごいこれは。ちょっとトイレットペーパー見て。え、な何個入りこれ。海外のえぐいやつ。425じゃないな。30か。30個入りや。ちょっと帰ってからちょっと購入品紹介的な感じでみんなに紹介しよう。はい、ちょっとコストコ行って、まあ、冷蔵とかあるからね、一回帰ってちょっとゲーセン連れてきてもらいました。来ました千葉の西川そう、ってとこに来て車のやつ何やったっけ。ゴーカート。あ、ゴーカートしてきました。ゴーカートしました。めちゃくちゃでかいゲーセンやから、うん、まあ、ちょっと楽しんで行って、まあ、撮っていけたらと思います。はい、ゴーカートコークに一周抜かされた。ゴーカートクソなこれ。で、なんか初めて乗り手やって、俺ドリフト来たしたから、あのマリカで紫まで行ってたからね。で、長いもコーラずっと持ってるんけど持ってない。俺こけちゃうからこけちゃうのよ。え、バナナの皮なかったの。あれ落としてんけど。バナナの皮ってあの現実世界潰らんのよ。でも長いこれで多分免許取れるわ。いけそうやった。ちょっとなんかさ、ゲーセンしよう。ゲーセンやろう。はい、このゲームしていきます。なんか、早押し対決。うん。この、いつ始まったかわからんゲーム。でも、第92回やから、代々続かれてます。甲子園とあんま変わらない。じゃあ、ちょっと対戦します。はい。じゃあ次このハンマーのやつ、ハンマーでこれ叩いたらめちゃくちゃ上まで行くんだよ、力によって、はい、じゃあまずヨーコーさん、ヨーコーさんやります。おお、どこまで行った。47。ヨーコー45で抑えないとダメです。めっちゃ重い。重い。75まで行っちゃって。行ける行ける行ける。ちゃんと当ててるよ、バトリー。無理。うわ、すごい。バカ力やん。こんなゲーム見たことない。すごいな、コウ君。ちゃうね、ゴーくんすごいな。81。俺3個おるやん。3匹おるやん。ゴーくんすごいな。ちゃ頑張ったな。めちゃくちゃどっか見てるやん、ずっと。めっちゃ見てる。どっかずっと見てる。いや、次。そっちから仕事は無理やから、みんなバスケ流れた勝負します。バスケ対決します。で、ちなみに帰ってあの運動できるように着替えてきました。ガチで。ガチで。ガチでね。
すごいよ。ビンゴみたいに揃えんのかな。この丸を揃えんねんな。アポロ欲しい。アポロ行こう。行けるよ。そういうこと。そうそうそう。上上。今。今。おい。あ、行けてるよ。おい。お前。勝負やろ。オーケー、あの自動販売機のさ。最後だから557とか絶対7やねん、絶対当たらんねん、あれめっちゃ緊張するねん。それやるやるわ。じゃあ次行こうくん。こっち見とってもできるもん。なえってちゃんとやって絶対無理やから、そういうやつちゃうから。絶対真ん中行った方がいい。おお、また真ん中。あはいはい、アウトです。終わり、はい、終わり。はい、ちょっと昨日帰ってきてそのまま寝ちゃったから次の日です。ヒカルさん、ヒカルさん、どうヒカルさんの上にヒカルさんに興味津々やけど大丈夫？ヒカルさんにもらって、いや、めちゃくちゃ匂ってるけど、まあ今もう並んでんねんけど、これ全部じゃない？そう、もう全然一部やねんけど。そう、一部やねんけど、ちょっと何個かね気に入ったやつ紹介します。はい、まあ、これがさ、多分コストコで有名なのかな、うん、クロワッサン。まあ、よく見たことあるやつ。そうそうそう、これは欲しくて20個入ってる。えぐいよ、これほんまに2人用じゃないねん。じゃこれをうち毎朝20日食べれるから。お前が20日食せて、え、俺1個も食ったらあかんの？なんかこれは、え、ちょっと、これは最後の最後で、ちょっと待って、あのお菓子見てくるって言って、これ買っていいんだけど、これ40袋やけど、これは1日1袋食べるとして、40日やから1ヶ月ちょっと。え、自分しか怖い。いや、あかんね、4万5000円で俺2万3000円払ってる。で、自分ナプキンとかも買って、俺それも多く払ってるから、俺の方が権利あります。気分、うん、そう、まあなんかその生理用のやつとかもね、そうそうそう、もうすっごい量で、なんか普通薬局とかやったらさ、ちょっとコンパクトに売ってるけども、そうそうそう、それも超セットで売ってるから、うん、そういうのもう日用品とかもめっちゃ買ってきて、そう、だからこれとかもやばいやん、このさ、ダブのボディーソープ。そうそう、コストコってな、これ海外のも大きいやつがいっぱい売ってると思いきや、日本の大きいやつもあんねんの。そう、やっぱなんか業務用みたいな感じなんじゃん。あ、ほんまに業務用みたいな感じ。これも3キロやから、体洗い放題や。でも俺たち体臭いんで1日です、頑張ります。そういう効果ね、こういう効果で1個使える。どんだけ洗うんだよ、お相撲さんのシャンプーで。スポンジなくなるで。そうで、まあ、パンもこのチョコエリとか、あとフルーツも結構買ったりとか、ここら辺。そうそうそう、そう、ブルーベリーとか、これが中が言ってた、あの皮ごと食べれるキウイ。これちょっと食べてんけど、そう、なんかちょっとキウイとはちょっと違った、ベリーっぽかったよな。そうそうそう、でもめっちゃ美味しかった。あとこの大量のプチトマトとか、すごい、トマトとかトマト嫌いやけど、中が全部食べる、これを。で、あとチョレギサラダ。そう、チョレギサラダ、チョレギサラダ、さっき入ってるよ、うん、そうそうそう、張本くんのサラダ、張本くんが大好物のチョレギサラダめっちゃ弱い。それ見て、これもエグいやん。アッシャウエッセンな。これもだってさ、何本入ってんの？すごいよ。え、1020g やって、もう1キロやばくない？え、何本入ってるよ、マジで。マジやばくない？クラスの遠足の全員分のお弁当いけるよな、この上に。全然余裕でいける、全然できるよ。あとはまあこういうね、やばい、お前これ筋トレできる、筋トレできるジュース。そうそうそう、これダンベルみたいな、クランベリージュース、まあこれちょっと筋トレ用で買いました。まああとは、まあ、他に日用品とか、そう、牛タンとか、そう、お肉系とか、あとワンちゃん用品とか、うん、ほんまもういろいろ米とか、なんかもう、まあ、とりあえずいっぱい買って。そうそう、え、あとあれ、コウくんの特大マスク買いました。特大マスク、お前、ちゃお前今のその言い方やったら俺の顔がでかすぎて、コストコにしか売ってへんねん。顔でかすぎて、コストコにしかこういうマスク売ってへんねん。特大用な、あのいっぱい入ってるマスクだ、特大マスクやと顔のサイズが大きいマスクだから。マジで100枚とかめっちゃ入ってるやつ買って。そうそうそう、とかほんまにとりあえずめちゃくちゃ初めてのコストコ、そう、めっちゃ良かったなと思った、マジで。みんながなんか要は YouTube とか上げてるけど、うん、それの意味が分かった、うん、え、なんかほんまに月一とかで行って、そうそうそう、だってこういうのとかさ、ほんまにな、冷凍とかもしてさ、めっちゃ食べれるわけやん、長く。マジで朝飯とかもマジ困らんし、そうそうそう、やっぱちょっと定期的にまた行って購入品紹介とかしたいと思います。はい、はいはいはい、ということで、まあ今日ちょっとゲームセンターも行って1日ちょっと、まあ、Vlog チェック充実した、
楽しいねんけど、めちゃくちゃ楽しかった、はい、マジで。まあ、こういうなんかデートっぽい動画とかもこれからちょっと増やしていけたらなと思うんで、はい、またですね、ぜひ皆さんこれから見てください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も眺めてくれてありがとうございました。めちゃめちゃさ、自分の方に人囲ってる。すぐ食べ、張本くんとシェアする。この動画いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、コメントで他のなんかコストコのおすすめの商品とか教えてください。目指せ、マジでコメント1000お願いします。はい、お願いします。あとインスタもフォローしてくださいって言ったら部長増えたので、ぜひアットマークコウキドット HA.20 お願いします。はい、ということで次の動画でバイバイ。 TikTok 無断転載もお願いします。絶対お願いします。絶対にお願いします。シャッチョレイサラダ食べよう。こことここが中身、ここが中身、特大サイズ、マスクなんでいつも止めに行こうとせえへん。てか、そのままサムネやったら俺も。なんでサムネさ、このさ